皆さんこんばんは。経営コンサルタントの長野です。今日も長野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2024年8月13日火曜日、仮想通貨草コイン長野研究会。まだまだ暑い日が続きますね。本当にね、嫌になっちゃいますね。夜もね、寝苦しいですね。エアコンずっと つけてると寒いからね。エアコン消すんですけど、エアコン消すと今度暑くなってね、またつけるんですよね。それの繰り返しで寝れないですね。あとトイレも行ったりして苦しいですね。寝苦しいですね。まあどうすればいいでしょうかね、わかりませんね。え、暑くてね、寒くてね、そしてよく寝れなくてね、朝起きても寝不足が残ってるという感じですね。で今日はね、朝早く起きて、あの大きいね、生ゴミ2つ出しました。生ゴミ2つ出しました。それ忘れちゃうとね、またね、金曜日まで出さないとね、大変なことになっちゃいます。はい、でもそれとね、あとはそうですね、あのドル円の FX の方はね、あのまだちょっとボラティリティが激しいんでね、はい、まあ、ちょっとね、さっきポジションショートで言いましたけど、そのぐらいですかね。まあ、見ててちょっと浮いたりしていって激しいんでね、1分足だとちょっと激しすぎちゃうんで、まあ、15分足とか30分足だと大体、まあ、見えてくるんだけど、もうちょっと、まあ、1分足でも穏やかな日がありますからね、そういう時にポジション入ってもいいよね。今一般紙だと急に 10ピップでピョーンと動きてくるから悪いから、そういう時に刈られちゃうんですよね、やっぱりね。で本日のお題としては、お墓参り行ってきたよっていうのと、熱中症に注意、ウーバーイーツの使いこなしとフワちゃんですね。でお墓参りについてはですね、金曜日ですね、金曜日じゃない、今週の月曜日、2日前ですね、月曜日朝8時ぐらい行っちゃいました。はい、あの松戸の家からね、3キロぐらいしか離れてないんですけどね、東京都の持ち物で、あの矢柱霊っていうね、まあバカ巨大な敷地にね、お墓いっぱいあるんですよね。まあ東京都の人の、まあ抽選で当たる霊園なんですけど、まあ、松戸市の人だけは、千葉県の人は、松戸市だけの人は抽選に申し込んでいったやつですね。でたまたま当たったんですよね。まあ、今はもう100倍とかさ、200倍とかなっちゃって当たんないよ絶対ね。今から13年ぐらい前か、家建ててすぐ申し込んだんですよね。そしたらいきなり当たっちゃってね、まあそれでも20倍ぐらいあったかな、上から2番目 の敷地の広さでね、それが一番倍率低いんですね、20倍ぐらいでね。一番上だとね、まあ、巨大な敷地なんで、まあ、到底買えないんですけど、僕なんてね、何百万しちゃうからね、それが300倍、200倍ぐらいしたかな。まあ金持ち多いからね、見え張る人多いからね、お墓が拝むようにね。で僕の敷地は結構広くてね、上から2番目で100万円するんですよね。でこんな広くなくていいんだけどなっていうぐらい広いんですよ。普通のお墓6個ぐらいできるからね。一番ちっちゃいねやつとかだったらもっと12個ぐらいできちゃうんじゃないですかね。一番小さいので良かったんですけどね。そしたらそうやったら15万ぐらいでいいんですけど、
まあね、土地だけで15万ぐらいでよくてね、まあうちは100万円でしたね、土地だけでね。で、上物が200万だったんでね、全部で300万。苦しかったですね。東京都行ってね。あ、そうそう、松戸市で申し込んでね、で、東京都から往復はがきが来て、抽選で当たりましたって来てね。で、東京都庁まで行ってね、新宿のね、厳重監視の下で、お墓、土地譲り受けましたね。結構厳重でね、やっぱりお墓欲しいからね、みんなね。まあ、公営のところがいいよね。特に、東京都立のところがいいじゃないですか。青山霊園とかね。谷中霊園とか、矢柱霊園とか、まあ、由緒正しいからね。しかも、まあ、安いと安いからね、比較的ね。で、普通のお寺とかだとさ、やっぱりちっちゃいのに高いんですよね。高くても、まあ、分譲がないって感じなんですよね、もう、本当に。分譲なくて、死んでも死にきれないっていうかね、今も無縁菩薩になっちゃえばいいや、みたいな感じが多いし、あとマンションみたいなね、お墓もあるし、あとインターネットでね、お参りできるお墓もあるんですよね。まあ、現実的にもうお墓なんか買えないですよね。売ってないですからね。若い人はもう諦めちゃってさ、まあ、死んだら海に流してよとかね。無縁仏でいいよとか、まあ、本当にそんな感じだよね、今ね。本当で。お墓ないよ、うちお墓ないんだよね、という人いっぱいいますよね。お墓閉じちゃったってね。まあ、そんなね、管理費は高くないんですよ。年間3,1300円とかね。まあ、民間でも年間8,000とかね、9,000とか、1万円ぐらいですからね。1年間ですよ。毎月じゃないですよ。だから非常に安いんですよね。で、ほら、四十九日とかさ、13回忌とかね、集まって、お坊さんがね、やってくれるし、ご飯もそこで食べれるからね、まあ、いいですよね、お墓があって。まあ、公共施設の場合は、お寺がないからさ、お坊さん来てもらってね、お坊さん .net っていうところでさ、宗派に応じてお坊さん呼べるんですよ。お坊さん .net。これさ、.jp とかね。お坊さん呼べるんですよね。おさんドットコムか。宗派に応じてね、来てくれるんですよね。あと地域によっても違うしね、大体3万3000ぐらいですよね。別途交通費含まれてるかな。まあ、あとは、お葬式、内容によって違うけどね。どこまでやってくださいって違うけど、まあ、安いですよね、お布施。戒名2万円だもんね、これね。戒名安いですよね、2万円だもんね。大体東京だと100万とか言われちゃうからね、50万とか100万とか。名古屋でも30万って言われたからね。全部セットで50万、100万、50万とか言われたかな。高かったですね。東京だと、まあ、全部でセットで200万とかね、べらぼうめみたいな感じですけどね。まあ、王さん来てもらってね、
民間になったら檀家になるしかないよね。檀家になってね。あ、ちょっと待って。お坊さん派遣してもらうんだけど、お坊さんも大変だよね。いちいちね、電車乗って行かなくちゃいけないからね。大変ですよ。今、お坊さん大変な、こうやってね、アルバイトして、アルバイトしなくちゃいけなくて、すごい暑いしね。こんな15万じゃやってらんないよね、お葬式ね。100万とか200万取んないとね。まあ、法事とかで3万5千円ですよ。やってらんないよね、こんなね。かわいそうだよね、お坊さん、先生がさ。お師匠様がね。お師匠様3万5千円で。で、5千円が多分、タクシー代ですよね。よかれと思ってやってると思うんだけどさ。かわいそうですよね、お坊さん。お坊さんって大先生だからね。やっぱりね、この季節ね、雑草がすごい生えてましたね。娘とかみさんが一生懸命雑草を取ってましたね。僕はもうちょっと汗で疲れちゃってさ、水運んだりね、してましたけど、娘が一生懸命頑張ってね、お墓の周りの雑草をいっぱい取って捨ててましたね。まあ、この夏はね、何でもかんでも、あっという間に雑草が生えますからね。ここのね、東京の家、実家のね、周りのもう雑草がすごい生えちゃってさ、ものすごいぶっとくなっちゃって雑草が。おお、ドル円が下行ってますね。下行ってますね。ショートで言ってたからよかった。一応来ちゃったけどね、今ね。もう一回ちょっと入れてみようか。もうやめとくか。9時半の、あれじゃないですかね。9時半の、新発表じゃないですかね。まあ、ちょっとだけだね。75移動平均線。くっついてるのこれね、1時間足で。下抜けるかどうかだけど、だいたい75来たら上行っちゃうんだよね、これね。ここら辺も全部そうでしょ。これもそうでしょ。だここ下、下を手抜けるようであれば下なんだけど、まあ、そうは取り残さないよと、ことですよね。どうかな。上登ってきちゃうね、やっぱりね、どうしても。まあ、まあ、もう少し様子見てみましょうか。ね。お墓参りね。お墓参り、まあ、うちはね、本当に家から3キロぐらいなんで、まあ、自転車でもね、帰る。まあ、歩いても行けないことないけど、歩きはちょっと遠いよね。いろいろ道具持っていかないといけないからね。お掃除道具ね。だから、3キロだからね、月命日ぐらいには行かないといけないんだけどね。すぐそこだからね。なんと行くとね、涙出てきちゃう、今でもね。まあ、義理のじいさんばあさん。義理の父ちゃん、母ちゃんね。申し訳なかったなと思うね。何もできなくてね。そして、うちの父ちゃんと妹が眠ってますけどね。眠ってねえけど、まあ、いるような感じがしてさ。いつも泣いちゃいますね。お墓参り行くとね。あと、熱中症に注意ですね。熱中症は、特に水分補給ですね。エアコンの中に入って涼しいんだけど、そういえば、喉、水分補給してないやっていう場合は多いようで、
涼しいんだけど体が動かないんですよ。ちょっと立とうと思ったら立ちくらみがしてね、パターンで倒れちゃうんですよ。水分飲んでないからね。水分はね、本当に計画的に飲んでいかないとやられちゃうよ、体。だからね、本当に今日全然飲んでないとか、本当に1時間にコップ1杯飲まないといけないですよ。ご飯だけ食べてもしょうがないしね。あと3番目、 Uber Eats の使いこなしなんですけど、 Uber Eats すごいいいね、アプリ、スマホアプリの Uber Eats ね。出前館ばっかり頼んだけど、出前館より全然いいね、 Uber Eats の方が。で、まあ年間4000円払ってさ、ウーバーワンっていう会員に入るんですよ。プライム、プライムみたいなね、アマゾンのプライムビデオみたいな感じでね、会員になると送料無料なんですよね。月会員だとさ、月払いだと400円かな、一月。年間4800円でね、年会費だと、年会員だと1年の支払いだとね、4000円になるんですけど、むっちゃくちゃ安いよ。毎回送料無料だもん。500円とか800円とか、ものによって違うんですけど、ラーメンだったら気使うから800円ぐらいかかるでしょ。おにぎりだったら200円ぐらいですしさ、マクドナルドも安いけど、ひっくり返っても大丈夫だからね。ジュースあると高いけどね。で、月に1回は3000円の割引券くれるしね。あと、もう毎日のように半額、1500円買うと、それ以上、それ以上じゃなくて、まあ、1円から半額になるってね、50% 引きっていうの、いや、毎日やってるからね。とんでもない安いですよ、本当に。食べに行くより安いもん。伊東洋華堂とかイオン買い出しに行くより安いですからね。セブンイレブン、セブンイレブン、セブンイレブン買い出しに行くより安いから、半額で買えるから、おにぎりとかね。しかもほとんど毎日ね。あとはラーメンとかスパゲティとかさ、うどんとかね、お寿司とかもう何でもあるから、まあ、とにかく安くてしょうがないよ。びっくりしちゃうもんね。あとタピオカ入りのさ、台湾の紅茶とかね、むちゃくちゃ美味しい、美味しい、むちゃくちゃうまい。半額とかね、まあ800円ぐらいのが400円になっちゃうとかね。美味しいんですよ、それが。氷いっぱい入っててね、とろんとして美味しいんですよね。2つ買って、母ちゃんと2つ買ってもさ、2つ買ったって、だって1000円いかないんだぜ。しかも送料も無料だしね、800円とか言われて。ね、正規で買うと1600円、1700円とか買うのにね。安いなと思いますよ、本当に。今日も、ラーメンのつけな、つけ麺ラーメン、半額券使った、半額券使った、半額でしたよね。安いなと思ってさ。ウーバー本当に安くて、トータルすると、あれですよ。コンビニとか、イオンとか、ジャスコでね。まあ、コンビニは高いですけど、ライフとかさ、マミマートとかね、イオンとかで、食品スーパーで買うより安いから。もうもちろんね、キュウリとか、食材なんかも売ってますよ。100円ローソンなんかもあるからね。まあイオンとかね、ヨガドで調達するようなね、食材から、いや野菜からね、豆腐から何でもあるしね。しかもそれが半額になったりするからね。
かもさ、何時までに頼めば当日とかじゃないんだもん。ネットスーパーじゃないんだもん。ネットスーパー基本はね200円とかお金払わないと持ってきてくんないけど、しかも3000円以上とかね、5000円以上ね。これだって1500円ぐらいでいいんだもん。だってウーバーあーすっごい1500円だ。あっという間に1500円になっちゃうからね。きゅうりとトマトとキムチ買ったら1500円になっちゃうからね。びっくりですよ本当に。しかも持ってきてくれんの、家の前まで。だから僕は特に重いもの、飲み物とかね、ペットボトルとかよく買うけどね。あとはトイレットペーパーとかさ、あのティッシュ関係ね、かさばるからね、買うんですよね。いや本当すごいなと思いますね。俺ウーバーイーツって、まあ、株価ももっと上がるんだろうし、もっと参入してくるとこ増えんじゃないかな。ウーバー独占だもんね今ね。でメルカリがまあ始めたけどさ、まあ、全然ダメですね。メルカリのメニューはね。でまあ、今までやってたところは全然ダメですね、日本のやつね。ウーバーは本当いいよ、アメリカ内地されててね。で、あとフワちゃんのことですね。まあ、まあ、嫌いな芸能人だったんだろうね、きっとね。で、まあ、3年ぐらい前から、裏アカウントで、まあ、フワちゃんのね、公式アカウントじゃない、私的アカウントで、悪口ばっかり言ってたみたいですね。まあ、急に悪口なんか言えないもんね。まあ、怒るべきして怒ったことなのかもしれないですけどね。まあ、慎重にならなくちゃいけなかったっていうのと、まあ、あんまり調子づいちゃいけなかったってことかもしれないし、まあ、本音がバレて、まあ、元に戻ったっていうところもあるかもしれないね。今まで、ちょっと、まあ、過信されていてね、それで、本当の自分は、まあ、悪いとこ、いっぱいあるんだよってことで、まあ、それがバレてしまってね。で、逆に、まあ、自分もほっとしてさ、まあ、まあ、よかったのかもしれないってね、思って、まあ、これで引退しようかなって思うこともあるかもしれないね。まあ、どうすればいいのか分からないけど、まあ、Google とかもね、CM 削除されちゃってね。Google Pixel でね、消しゴム機能で自分消されちゃったとか言ってたもんね。かわいそうですけどね。まあ、ただ、まあ、一発でさ、まあ、クビになることないよね。たったそれだけのことでさ、本人には謝ってんだからさ、で、本人は許してるんだからね。だから、それでもうそっとしといた方がよかったのかもしれない。そんな、生活かかってるんだからさ、フワちゃんだってさ。だから、まあ本人が許してんだから、いいんじゃねえみたいな感じで、よかったんじゃないかなと思うけどね。わかんないけどね。まあ本人がね、本人が謝ったし、本人はいいよって言ってるから、まあでも、そういうことがね、たくさんあると、まあ、自殺しちゃう人もいっぱい出てくるからね。今までいっぱいいたからね。あんまり軽率だったってなるかも。まあ、有名人だからね、フワちゃんはね。まあ軽率だったと。まあでも、裏垢でね、日曜3時で やってたって話だから、まあここで、まあ、引退っていう感じのことになっちゃうのかもしれないけどね。まあだから1回のミスじゃなくて、まあ、100回も200回も今までやってたと、裏垢でね。
それがバレただけ、バレちゃったから、まあ、100回、200回もやってたからね。まあ、仕方ないよねってこともあるかもしれないね。まあ、僕が本人だったら、ああ、やばいやばい、どうしようどうしようと思ってると思うけど、まあ、覚悟を決めてね、まあ、結婚もしてないで、家庭を持ってないからね、まあ、覚悟を決めて、まあ、ここで芸能界引退っていうのは、潔いよね。これからね、第二の人生、住むのには潔いかもしれないね。あたふたしちゃうと、またちょっと大変なことになっちゃうから、まあ、芸能界は狭いから難しいよね。きっとね、生きていくのね、大変ですよね。まあ、FX の世界も、FX の世界も大変だからね、これ。いつも冷静でいなくちゃね、冷静沈着でいないといけないから。大変ですよね、これ。何の話？今日は。何の話って感じですけどね。よいしょ。お墓参り行ってきましたね。お墓参り。お墓、だから、まあ、お墓持つことが今までステータスであったけど、まあ、お墓持つの、もう売ってないからね、そもそもね。東京の方はね、特に。だから、お墓持ってないっていうのと、お墓持ってないっていうのは、まあ、持ったら持ったで、まあ、誰が管理するのって感じだけど、まあ、管理費は安いんですよね。で、熱中症に注意ですね。まあ、涼しくても結構水飲んでないケースが多いから、うっかりしててね、自分自身も気づかないから、だからもう率先して飲むようにしないとね、立ちくらみでバタって倒れちゃうからね、あの涼しい部屋の中でもね。あとウーバーの使いこなしですね。ウーバーすごくいいから、これから多分ウーバー全盛になってくると思う。まだまだって変な自転車で運んでる人いっぱいいるからね。で、あのコミュニケーション不足の人いっぱいいるから、あーとか言ってね、まだまだあのヘンテコリンな人っていうところでしたけど、まだまだウーバーの配達員っていうのは、まあ、いわゆるオタク系っていうのかな、の人たちが多いから、ここに普通の人たちが入ってきちゃったら、ね、もう多分オタク系はダメだと思うね。で、毎回毎回さ、配達員どうでしたかって聞かれるんですよね。まあ、あと料理どうでしたかって。で、あれ、結構、いや、良くなかったとか、バットボタンを押されると結構、仕事なくなっちゃうみたいですね、Uber とかね。結構厳しいみたいですね。で、結構いるんだよ、なんか、道間違えてさ、あっち行ったりこっち行ったりして、なかなか来ないやつね。バイクでもね、何やってたのっつって。でさ、見えるからね、お互いのスマホで。どこを通ってどういうふうに来たかっていうのが。間違っちゃってさ、あっち行ったりこっち行ったりで、いや、わかんなくて、うろうろしましたとかさ。で、自転車もかわいそうなんだけどね。ただ、こっちとしては早く来てほしいからさ、プロ意識は持ってほしいんですよね。自転車。いや、自転車買えないからとかね、地球環境に悪いから。そしたら、もっと早く来いで来てくれよ、みたいなね。ゆっくり来るやついるんですよね。おじいちゃんとかね。あ、おじいちゃん頑張ってるなと思ってさ。何も言えない、そういう時は。まあ、逆に、チップたくさん渡せばバイク買えるのかなと思ったりもするけどさ、バイク買ってやろうかなとも思ったりもするよね。だから、まあ、ちょっとだけチップ渡すけれどもね、後からでも追加チップできるんですよね。まあ、困っちゃうよね、本当にね。何も言えない。
まあ、だから最初からチップ渡さないで、後で考えるってやって注文すると、あっち行ったりこっち行ったり、同時にね、他のお客さんを回ってから行きますとかなっちゃってさ、すっごい遅い時あるんだよね。そういう時はもうチップもあげないしね。まあ、たまにバットボタンも押して、なんで遅い、こんな遅くなったのって感じ。ね、この時刻よりも遅くなったら500円あげますっていう時刻、ギリギリに来たりするんだよね。うん、それも嫌になっちゃうね。うん。まあ、あと、フワちゃん。まあ、フワちゃんについてはね、まあ、何回も復活する機会は与えてあげてほしいですね。まあ、自分も、まあ、こういう時あったからね。まあ、みんなが寄ってたかってね、なかなか悪い、なかなか悪いっつって。まあ、特にです。特にサラリーマンなんてね、上司なんかね、上司は部下のせいにするからね、自分の出世とか方針ばっかり考えてさ、部下のせいにしてね、クビにしちゃうんですよね。本当に惨めです。惨めでしたよね、僕もね。だからそういう世界がね、蔓延しないようにしてほしいなとは思います。で、これね、ドル円なんですけど、まあ、一時期話で、まあ、75移動平均線、まだ下行ってないからね、上に反発するかもしれないので。様子見ていきましょう。どっちかというと上だよね、これ。まだわかんないけどね。まあ、ただ、ここでサチュレーションしてっから、いっ一旦下がるかもね。それから上がってくるかもしれないですね。それでは今日はどうもありがとうございました。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございます。失礼します。バイバーイ。